で、だからもうさ、デリカシーない感じで入店した方がいいんだろうね。もう。なんか、いきなりね。俺全然わかんないんだけどさ、みたいな。文字すごいな、開けた、開けた段階ですげえ詰め込んだな、もう。なんか、なんかルールあるんだろうつって。教えてくれよ、つって。教えてくれよ、え、でも感じいい人の方がよくない？でも味重要じゃない？だって味どう？それで。いやいや、いいそう、俺だから、味が良くても感じ悪かったら俺いいが。嘘、なんか料理ってそうはいかなくない？うん、ね、なんか料理ってさ、美味しいもん。いやいや、だったら、お、いや、でも別にだから、美味しくていいところに、そう探す。あ、まあまあ、どっちも、どっちもね。あ、とにかく、感じが悪いっていうのはもう、もう無理だよ。その時点でもう排除されちゃう。もうない。あ、もうない。あ、そうなんだ。でもさ、その点でいくと、あのラーメン二郎って逆じゃない？ラーメン二郎ってド M の集まりっしょ。そうだよね。要は、だってラーメン二郎なんて、だって接客悪いはまずいわでしょ。いや、味は俺一回しか食ってこないから分かんない。いや、俺一回食ったことあるんだけど、まずいじゃん。ざっくりうまい。確かにそう思うと、まずいって時に、あいつらただド M じゃん。だから多分ラーメン二郎に関してはまた別のジャンルじゃん。多分俺らが思う食事じゃないんだよ。そう、宗教とかスポーツなんだよ。うん、フードファイトみたいな、あの大量のものをやっつける快感とか、あの満腹感で、あとかつその欲はその圧迫感、店内に漂う店内を漂う不穏な空気とか、悪い接客、そしてあの行列、俺の後には行列ができてると。それを胃袋に全部入れて。そうそうそう。いや、そう。なんか、満たして。いや、でもそうでしょ。なんかそういう特殊なものじゃん、あれは。もう、殺伐とした雰囲気があって。で、その日はね、そんな別に並んでないんで、平日だったんだろうけど。で、うん、で、並んでない。まあ、で、まあ、ガラス機でもないけど、ちょっと行ったらすぐ入れて。うん、で、もう空気が悪いわけよ。言ったらもうなんか。うん、うわぁ、これか、噂に聞いてたなと思って。で、食券機で何買っていいか分かんないけど、まあなんか高木はそこ知ってるから、いや分かんないけどどうすんのって聞いて、うん、だこれでいいっすよって、これ買って同じの買って、で置くじゃんこの札を、うん、もうさその時点から始まってんじゃん、なんか始まってんじゃん、なんか始まってたんや、そう、なんか始まってたんだよ、もう席にもう食券買った時点で始まってんの、何かがもうそのルールが、そうなんだでもうさ置くとさ、なんかとどうやら右あっちの方から順番になんか言ってくの、その店員に。ああそうだっけ、うん、なんかそのオーダーを、うんうん、うわー俺こういうの苦手なんだよなと思って、こうなんか順番に言ってくのよ。失敗しちゃってさ、俺一個ずれちゃったの、タイミング。あタイミング厳しいよ、タイミングずれたら厳しいよ、違うって言われたもん。ちょっと待って違うってなんだよ。あーそっかーと思って、間違えちゃったと思って、まあいいや俺普通、とにかく俺普通だからと思って、普通みたいな、うん、でもその待ち、そのそもそもその普通っていうのが結構待ち、あニンニクのありなしか、ニンニクのありなしとか、うん、普通とか野菜の量言うんだよ、あれさ、お前が聞けよって思う、わかる、なんでそうだから、本当あのハートが強ければ何も知らないよ、うん、何も察しないよっていう体で、うん、座って、うん、えっていうのがいいよね。え、うん、何っていう、うん、何え、はい、うん、何ニンニク何それ、ニンニクどうってことは何、食べた方がいいのさっきの話につながるんだけど、え、何ニンニクはって聞くってことは、それどっち入れた方がいいの、それとも何、どっちでもいいんだけど、こっちもなんかニンニク腐っちゃうから食べてほしいって言うんだったら食べるし、それどっちなんっていう、あどっちでもいいの、あじゃあまあわかんない、どっち、逆に聞くけど、じゃあ逆に聞くよ、ニンニク入れた方がいい、どっち、そのあなたの作るラーメンはそうそう、あなたの作るラーメンってほら、だってラーメンって繊細じゃないですか、そのね
そこにニンニクってめちゃくちゃ強いものを入れるか入れないかを客に委ね、そう、客に委ねるってことは、それ逆にいいの？あなたの作ったスープはニンニク込みで考えてるんだったら入れる。だけど、あなたの作ったスープがニンニクによってそれを消されてしまうんだったら、私はニンニクを入れない方がいいと思いますという、それのまずその回答をした時点で、うわ、やべえ客来たなっていう、やべえ一元様来たなっていうのがあって。いや、でも、あいつらそんな、でも、そんなのもうダメって言うだろうね。違うって言うだろうね。それこそ。ちょっと待って待って。その前にあいつらのダメな判断が面白くてさ、多分さ、何文字以上言ったからダメとかじゃない。もうこっちの言葉が。ああ、そうだろうね。あ、お客さんすいません。20文字以上、20文字以上ダメだからみたいな。それぐらいの勢いで。そう。内容は理解しないけど、ああダメダメ。うち30文字以内に答えてみたいな。お客さん文字数多いとか言って。いやじゃあ文字数じゃなくてつって言ったらもう帰ってって言うのかな。しつこかったら、あんまりしつこかったら帰ってって言うのかな。でも正しくない言ってること。だって、ラーメンのスープにおいて、ニンニクって強いじゃん。それをお前は、こっちに委ねんの？大丈夫？逆に大丈夫？じゃあ俺ニンニク入れるわ。消えない？味消えない？大丈夫？っていう。そしたら、なんて言うんだろうね。なんて言うんだろうね。大丈夫だよ。ニンニク入れるって、どれくらい入れるつもりなんだ？逆に入れたいけど、どれくらい入れるなんて言うんだろうね。入れる。なんでさ、100か0かみたいな。うん、そう、ね、でもニンニクマシマシとか言うでしょあれね、あるね。だから本当そこなのよ。でまずそこで突っかかった時にもう不穏な空気が、もうあいつらって仲間の連帯意識が強いじゃん、我ら二郎の客とはみたいな、この横の意識があった時に、もうすごいヤジが来んじゃない、俺みたいな、俺がもしそこでそれを言ったら、うるさ早くしろみたいなヤジみたいな、後ろに並んでんじゃん、あれ。実際の時はどう思ったの、その線になった時。いや、俺実際の時はもう、俺は本当にそういうとこちゃんとしてるから真似して、あ、こうやって言うんだなっていうのを勉強して、あ、できたんだ。それこそあのお葬式に行った時に昇降ってどんな感じでやるんだろうっていうのを一生懸命こう探る感じ、あの前の人見て、ああ、ああやってやんだみたいな感じで、こっちからなんか言ってんの、店員の思うツボじゃん。なんか俺も一回入ったところが、なんか、要するに、インスパイア系というか、二郎系みたいな、なんか、そういう、二郎の、そう、本気じゃないけど、名前も違うから、普通に入ったのに、友達と。うんうん。要するに、でも、それを採用してる店で、うわ、なんか、これ、そっち系だなと思って、なんか、俺もそれ聞かれたの。インスパイア系って、その流儀もインスパイアされるな。あの、ラーメンそのものじゃなくて。そうなの。そうなの。やり方もそうなの。で入って、なんか俺のターンがなんか来たのか聞かれたの、うん、あ、だから俺、うん、あれ俺の注文聞いてくれたんだろうなと思って、うん、俺が、うん、あ、じゃ あ俺麺固めにしてくださいって言ったの、うん、そしたら、いや、もうできないですって言われて、いや、勝手に作ってんじゃねえよって、じゃあなんで今聞いたんだよってタイミング違ったの。どういうこと、どういうことそれ。いや、なんか聞いてきたから、どうすればいいの、正解は聞いてきたから。いや、正解はもう俺が食券を出した時点で、うん、だからもうそのニンニクとか後で乗せるもの以外は完成しきってて、だから店入るときに、うん、店ガラガラ麺固めが正解ってこと。まずは麺に関しては麺固めっつって入るってことでしょ。正解はもう流儀としては麺に関してはもう麺固めで入んなきゃいけないんだよな、もうな。本当はだから食券出すときに言うんだよね。あれ、うんうん、俺はさ、あ、なるほど。俺はさ、うんうん、知らないから、うん、あのなんとなくなんか聞いあいつらは聞いてくるっていう印象があるから、うん、うそうだよ。いや、そうだよ そうでしょ。だからその時に全部言えばいいと思ってたのね、うんうん、おお、そう、普通だよ、それが。そうでしょ、普通じゃん。うん、普通よ、うん。いや、もうできないですよって。え、待って。聞いてからつくんじゃないのと思って。だから、あいつらが、なんつうの、うん、出す直前に作ったのの量を聞いてくるってことを知らなくてさ。聞いた時に、うん、知らない、わかんないよね。そうだよね。うん、なんか、普通、聞いてから作り始めるじゃん。お客さん、これはどうされる、うん、いや、普通、それは当たり前よ。ね。うん、焼き鳥だったらタレにしますか、塩しますかって言ってさ、うん、だってさ、ね、出してきたのに後でもう、いや、変更聞きませんって言われてさ、いや、うん、ええー、と思って、ちょっと分かんない、なんかその後なんて言ってるか分かんないけど、だから秀樹からするとその時に聞かれたことっていうのはまず麺のことを聞かれたのかなと思ったってことだよね。そう思ったの。
で、そうすると、その場で聞かれるのは、本来だと、トッピングの話ってことなんだ。そうそうそう。野菜の量とか、人参とか、多分。え、で、どうしたの？出花くじかれたじゃん。なんか、いや、それ違うんですよって言われたじゃん。どうしたの？その後どうなんの？なんて言うの？その後。ご飯全部普通って言ったのが、記憶がない、その後。もう。ああ、記憶なくなっちゃうよね。そんなショッキングなことあったら、記憶、もう記憶が飛んじゃうよね。もう二度と来ねえよ、多分。味もしないよね、もうね。うん、しない。覚えてもねえし、味。いや、だからね、俺も、確かに、俺もその、でも、その二郎の時に、まあ、いっぱい、いか、注文、その、なんか失敗したな、タイミングずれたなってなって、もう、ああ、と思ってさ、まあ、その時点で、このね、他の応援団とかさ、後ろに並んでんじゃん、応援団が、やっぱ、もう、応援団な。回ってんじゃん。あいつらとかに、うわー、もう俺は、もう舐められてんなっていうか、もうあるわけじゃん。やっぱあいつらって、ちょっとのことで、上げ足取るじゃん。いや、でも俺そこで、なんか、知らないやつだったら、俺結構逆に優越感か。なんつうの、変な話だけど。お前らこんなとこになんかズブズブできてんのっていう感じで逆に。でもそういうコミュニティじゃん。そういう場だから、あそこって。愛好会っていうか。だから。撮り鉄みたいな。そうだ。俺そこで逆マウント仕掛けられる。ああ。俺は知らないよっていうことでしょ。このカルチャーについては。俺は知らない。知らないし、これから知っていくつもりもない。ただ来ただけ。そう。確かに。いや、それは強い。だ俺はさ、そこまで慣れなくて、やっぱ、何がすごいって、やっぱり、あの二郎っていう人たちが作った文化って、やっぱ生半可じゃないなと思うのは、そうだよね、実際そういう舐めた俺みたいなやつが、実際にはやるには相当の度胸がいるぐらいの文化が成り立ってんのよね。そうか。やっぱそこは、俺も、威圧感に負けちゃって、なんか、ああ、じゃあルールにのっとった方がいいんだなと思った挙句、タイミングミスって、ああもうなし崩し的になっちゃったなってなって、で何がやだって店員がその時にギロって見てくんだよ。はい、わかる。もうミスったよね、君今ミスったよねっていう認定をしてくんの、目つきで。あれ腹立つんだよね。なんかだからもうさ、デリカシーない感じで入店した方がいいんだろうね。もうなんかいきなりね、お俺全然わかんないんだけどさみたいな文字数多いな。開けた段階ですげえ詰め込んだな。もうなんかルールあるんだろうつって教えてくれよつって教えてくれよそ教えてくれよからもうガラガラつって、そうそしたらもう教えてくれじゃん、さすがに。でそれをもっとこう行くと、開け方はこれでよかったかなっていうもう怒ってるから。もう怒ってるから。ただ、ちょっと待ってね。俺思うんだけど、二郎ってこれなの？これなの？知らんけど。多分空いてるよね。まあ空いてるよね。だから。もうピリピリしてるのかな。いや、でも、なんかそろそろ、なんか二郎をいじる YouTuber いそうだよね。なんか。いそうね。なんか、その二郎ではゴハットって言われるものをやってみた系の YouTuber いそうじゃない？しかもゴハットだけど、一般的にはゴハットじゃないっていうね、ちゃんと。その、そう。でもさ、いや、でもなんか YouTuber で普通になんかジローに行ってカレーライス注文してみたとかいそうじゃん。それはもう普通にゴハットじゃん。だから YouTuber って多分そのレベルなのよ、多分。ああ、そうか。でも企画力としては。パンチがあった方が。まっとうなゴハットをやってほしいんだ。まあね、だから文化が成り立っちゃってるから、そのもう何がすごいってやっぱり店員側と客っていうので文化が出来上がってるから、1対100みたいになっちゃう状況が、もし入ってさ、こっちがもうなんつうの、知らないけどって態度で挑むとさ、下手したらもう1対100だから、もう帰れ帰れっつって、もう武力で圧倒される可能性があるじゃん、こっちはもう数的不利で。武力なのやばいじゃん。だから分かった、やるべきは YouTuber が、このもっと面白いのはだから、本来二郎並ぶとその二郎の民族で固まっちゃうところを、それ以下、50人ぐらい、二郎、アンチ二郎みたいな、俺らみたいなスタンスで50人ぐらい並ぶの。で、そうすると、その回になると、店員も安心、店員は安心してるじゃん。お客さんよ。お客さん、そんな舐めた態度で打ち来ると、うちのお客さんが黙ってないよ、みたいに言った時に。そうだよね。えっていう、全員それじゃん、この後に。こいつ以降の客全員それだ、みたいな。なんか、あれっていう、雰囲気が、うちの客層じゃないやつがいっぱいいんな、つって。で、ざわめいてみんなも、あれここってどういう、そうだね。わからないわーっつって、そんなのがずらっとなんだろう、店員が初めてさ。買収してね、1万円で並ばって。そう。で、店員もさ、あれ初めてだ、この感じみたいな。
圧倒的アウェイみたいな。で、初めて苦労するっていう。もう、うね、お客さん、違うんですよ、お客さん、うちはその、あの、ニンニク、ニンニクって入れた方がいいのかしら？ね、ニンニクがいいんだったらいいですけど。あいつらでもまともに接客しなそうじゃない？全部普通にして適当にして出した。あ、だからそれは許さない。うちの仕込みだから、こっちの仕込みだから、ガンガン質問攻めにするよ。そっか。あれで野菜ってあの量、野菜の量言うとかって聞いたんですけど、どれくらいの量で来るのか教えてもらっていいですかみたいなことが、もうし、俺も教えてほしいっすってみんなから、あ、わかんないっす、わかんないっすって、やべえな、今日っていう、こんなにわかんないやつ今日来たよ、みたいな。やってやりたいね。それやってやりたいね、これ。県内でさ、ちゃんと、なんだろう、全国で一番評価が低かった店に、ちゃんと内部で罰としてそれやるみたいにやってほしいよ、ね、年末に。オフィシャルって？オフィシャルって？内部でそれをやる、なんつうの、社内の中でそれを遂行するみたいな、ちゃんと罰として。だからでも結果的には何それってその他の二郎とかはその、うん、そういう目に遭うのが嫌だから結果的には何、うん、接客が向上するってこと。そう、接客を向上させるっていう。それって微妙なところで分かんないんだけど、二郎にとっての100点の接客ってあの感じが100点なんじゃないのっていう。あ、そうだよね。そこ難しくない？そこの感じ。そうだけど今のだから YouTube とか知らない感じのやつで言ったら、うん、そうなっちゃう。うん、そうなんだよね。二郎の正解はそうだ。二郎って結構思ったよりネタになるね。やっぱり面白いよね。うちだからすると餌だよな。うん。いやでも実際ね、俺それで食べた出てきたもん見てうわーっと思って、なんか、うん、美味しくなさそうだなってまず思ったの出てきたの。うん、なんか死体みたいで食べてても、死体食わされたみたいな。食べてても全然美味しくないのよ。うん、やっぱ外食史上一番残したね。へえ。何が許せないってさ、高木も残したね、めちゃくちゃ。おごったの。俺聞いたんだよ、俺高木に。俺もこれ出たいんだけどいいかなっつったら、俺もっつって。どういうこと？逃げるように。うまくなかった？うん、うまくなかった。逃げるようにして出たもん、店を。なんだろうな、普通はさ、お客さんなんていうのはさ、お店の人に感謝されてなんぼなのにさ、なんかもう、後ろから、銃社会なら撃たれる怖さみたいな。そそくさと、銃弾を浴びないように出るぐらいの勢いだったの。それぐらい残した。残した。だってほらうるさいじゃん。よくあとなんだっけ、ラーメンの世界だと丼を上げるとか下げるとかあるじゃん。ああ、はいはいはい。あれなんなん、あれはあるの、やっぱああいうこと。どこで、どの社会で。なんか俺にちゃんかなんかで見たけど、なんか怒られたって。お客さん丼は上げろよみたいな。いや、それ店によってじゃないかな。店によってだよね。うん、多分上げられても困る店もあると思うし。ああ、そっか。二郎のさ、二郎カスタマーセンターに、うん、に来るクレームとかの質とかが気になるよ。なんか、なんかまたちょっと、そもそもがほら、クレームって概念がないのに、なんかなんだろう、うん、ちょっとやそっとのクレーム、なんか店員さんの態度が悪かったですぐらいだったら、多分二郎ってそもそも違うじゃない。で、うん、そんな二郎に対してのクレームって逆のベクトルじゃない？なんかその、そっか。妙に親切、妙に親切で嫌だったとか。ああ、そっちか。なんか、うん、なんか、うん、こちら側が分かってるのに余計な配慮、うん、余計な配慮が多かったとか。うん。1から10まで説明されて、悔しかったとか、ね。悔しかった。苦痛でした。一元扱いされたとか。そうだね。うん、もう何遍も言ってるのに。もう月に、うん、まあ、ほぼ毎日言ってるのに一元扱いでしたみたいな。うんうん、そこだよね、あの人たちのクレームって。そうか、こっちになっ